こんにちは。ホットショット DX ジャム、山下美香です。先週から私のトークバックに流れている映像、これを DX ジャムでは ASMR ムービーと呼んでいるのですが、これが秋バージョンとして富士フイルムのカメラ XT4 で撮影されたものになっています。皆さんご覧になってみていかがでしょうか。これはですね、四国は愛媛県か高知県あたりの山中の渓流で9月上旬に撮影されたそうなんですが、なんとも癒される涼しげな映像ですよね。実は私個人も富士フイルムさんのカメラのファンなんです。以前からですね、 XT20 というカメラを愛用しているんですが、富士フイルムさんのカメラの映像はですね、独特の味わいというかですね、色味の特徴が非常に個性的だと私は思っていて、特にフィルムシミュレーションという機能が面白いんです。で、それだけではなくですね、フィルムシミュレーションですね一緒に、オールドレンズですとか、柔らかな風合いで撮影できるレンズと組み合わせてですね、色の雰囲気とレンズが醸し出すですね、柔らかい、描写が撮れる絵を撮りたくてですね、いろいろと撮って回っています。動画も撮りますし、写真も撮ったりするんですけど、個人的にはやっぱり動画を撮るのが好きなので、XT20 で、友達のサロンの撮影をしたりだとか、もちろんお仕事で私も撮影することがあるので、その時にも柔らかな絵が撮れるように頑張っているところです。さて、本日のメニューなんですが、この XT4 の、ASMR ムービーを撮影していただいたカメラマンさんでもあり、本日この番組で初公開となりますソニーさんの来月10月に発売になります新しいカメラ α7S3 で撮影された映像、 Ray of Light の制作者でもあります e-motion photographers の高橋光三さんと、この撮影にドローンライティングという新しい試みで参加されました、ドローンオペレーターでもありカメラマンの石田真嗣さんをお迎えしてのオンライントークになります。なかなか他にはない、かなりユニークな撮影現場だったということで、その模様などのお話も聞きたいと思います。それでは本日も DX ジャムスタートです。
まず今回のゲストはですね、イモーションフォトグラファーズの高橋光三さんと石田カメラ店の石田真司さんです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あれ、石田さんは、はい、アイダップスだっけ、なんかアイダップス、そうです、あのブランド名があるんですよね。そうです、そうです。あれはあのドローンの仕事をする時の名前で、まあ、アイダップス、まあ、石田ドローンエアリアルサービスの略でアイダップスです。かっこいい。一応でも石田カメラ店もあるんですよ。あ、そうなんですか。アイダップスの方が良かったですかね。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。うん、やっぱり最近思うけど、はい、その石田な写真館とかね、石田カメラ店とか、うん、かっこいいよね、そっちの方がね、なんか、うん、なんかね、中古東京でも出たじゃないですか、北村写真、そう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 、新宿のね駅前に、うん、ですよね、あえてああいう古い感じの、うん、そうですね、ちょっと私の方からいろいろ紹介させていただくと、まあ高橋光三さんは結構いろいろね、他のメディアとかにもたまに登場はされてますけど、まあ広島在住の、まあかなり早い頃から DSLR のムービーの頃からいろいろワンマンでかっこいい映像の画像を撮られていまして、僕もいろいろ毎回お世話になってる広島在住のカメラマンの方でございます。そして石田さんはもうあれ6、7年前でしたっけね、なんか広島でなんかセミナーやった時とかにお会いして、はい、クレシの市内でお店を持ってらっしゃるんですよね、カメラ店。はい、そうです。はい、で普通にまあブライダルからいろんなイベント写真とかそういうのを撮りながら、うん、結構早い時期からドローン始められたんですよね。そうですね、ドローン自体は2010年ぐらいですよね。はい、もう 10年選手ですね、うん、ぐらいですね。はい、そこからなんとかやってます、はい、ということでこの2人をまあお迎えしたのは、この、映像が始まる前に皆さんにも見ていただいた、レイオブライトという、作品を今回新しいソニーの、α7S3 と、ドローンはマビックミニ、マビック2プロ、マビック2プロか、はい、のこの2台だけで撮り切ったというすごい映像なんですけど、映像だけ見てもなかなかこれがね、すごさがちょっと伝わらなかったんで、いかにすごいかっていうのもですね、今回ちょっと驚異的な映像だと僕は思ってて、で実は僕当日もうどうしてもこれは見たいなと思って、GoTo キャンペーンを利用してですね、なんとか広島まで駆け込んで、実は、広島の、撮影現場まで、お邪魔させていただきました。で、あれはなんかクレの、野呂さんでしたっけ？野呂さんですね、そうです。クレ氏なんですかね、あれは。どうなんだろう。クレ氏です、クレ氏ですね。はい、の本当、山の上っていうかね、そういうところで、まあ、ちょっと映像にも出てきますけど、本当に綺麗な瀬戸内の島並みがこうずっと見えるような綺麗なところで、まあ、ところが夜になると街灯一つないという真の闇があるみたいなね、なんかそんなとこでしたけど、で、まあ、今回のちょっと撮影のその着想というかね、まあ、どんな撮影をしたのかっていうのをちょっと高橋さんの方から説明していただけますでしょうか。はい、アイデア的には結構前からあって、去年、今年かな、石田さんにちょっと、今年の2月ぐらいに石田さんとちょっとテストしようよっていうんで、まあ、広島市の近所のところで一回テストしたことあったんですね、私の車を題材に。で、その時はやっぱりこう街の明かりがちょっと変に影響して、ドローンのランディングライトだとちょっと弱かったりとか、まあ相対的に感度をかなり上げちゃうとノイズが目立っちゃってっていうような状況で、あ、やっぱりランディングライトだけではちょっと厳しいよねっ
ていうか、ちゃんとその照明用のライトをつける機体を使わないと難しいよねっていうところで話が消えてたんですね。一回一応テストしてたんです。で、まあ今度 S3 っていう、α7S3 っていうのが出るので、まあ高感度が非常にいいから、これはひょっとしたらいけるかもねっていう、まあそんな軽いノリで、で、たまたまちょっと使用させていただく機械、カメラお借りできたんで、で、まあちょっと本気で撮ろうっていう話になって、で、まあ被写体は私の車でちょっとあれなので、いつもお世話になってるフェラーリのディーラーさんところにちょっと、車ちょっと一台出してもらえませんかったら、喜んでっていう感じで出していただいて。そこ普通、喜んでって普通すぐに出てこないね。いつでもいいよっていう感じで、心よく。で、まあ、それで急遽、まあ、借りてる、カメラを借りてる期間も短かったので、ちょっと急遽でバタバタっともうスケジュール決めて、まあやったんですけど、まあもともとは本当は、せいぜいちょっとドローンで、ゆっくり上というかライト当てながら、ワンカット、ツーカット撮って、こんなのが撮れるよね、みたいな、どっちかというと写真的なぐらいのイメージで最初いたんですけど、まあ、ちょっと話が大きくなってしまいまして、結局先ほど見ていただいたような、まあ、ある程度の尺の、まあ、昼間のカットも含めて撮ったっていう形ですね。ドローンはもう本当に、だから改造も何もしてない、ライトだけっていうことなので、そうですね。もう基本的に今回は、まあその改造申請とか、そういったものとかやってると、やっぱちょっと大掛かりになってきて、まあ実際その申請に間に合わなかったりとかしても、ちょっと大変だし、で、逆にまあ僕今回そのマビック、DJI のマビック2 Pro の、まあ要はそこについてるライトがあるんですけど、LED ライトが。まあそもそもはそれライティングをするためのライトでなくて、その着陸をするときとか、そういったときの補助ライトなんですよね。その地面を照らして、安全に着陸しますよ。その補助ライトなんですけど、それが、3種類、オートとオン、オフができるんです。その設定で。なので、それをもうオンのままにしたままで、ずっとつきっぱなしにしてやったと。やっぱりそこはもう無改造なので純正のままなのでこれはもう合法的にできたっていうことですよね。なるほどね。まあ、今回その野呂さんっていう、まあ、ロケ地に使ったところが、まあ、さっき石川さんがおっしゃった通り真っ暗闇なので、いわゆるドローンのそのライティングライトでも十分な、まあ、明かりの差ができるんですよね。なので弱い光でも十分なこう暗闇と光の当たってるところの表現ができるっていうので、まあ、ロケ地的にも、まあ、景色も含めて最適だったっていうのはその、あるんですね、ドローンとかね。明るい街の中だと多分、ドローンのライティングライトじゃほとんど効かないんですよね。そうですね。ちょっとまあ、インサートで1枚写真を見せられるか分かんないんですけど、実は私は、この BTS っていうかね、メイキングを撮影しに行こうかなと思って、その帯同させてもらったんですけど、あまりの真っ暗さに、その、α7S3 ぐらいの高感度じゃないと映らなくて、そうですね、僕の iPhone でもね、大して映ってないんですよ。はい。でまあ、その高感度にしてちょっと工夫して撮った写真があって1枚だけ本当にフェラーリのドライバーの方と高橋さんと石田さんの本当3人だけですもんね、はい、あれね。そうですね。そうです。だから通常映像だけ見るとまあね広告代理店が絡んで、まあ、フェラーリだから数百万だか数千万だかかけてこうでかいクレーン持ち込んでこう上からね、はい、こう光もこう移動させたりなんかしてやれば、ああいうのが今まではできたんでしょうけど、まあ、あれをたった2人でしかもねまあ市販のものだけでできちゃう、まあシチュエーションとか今までのお二人のご研究がないとできない部分もあるんですけど、実際撮影してみて感想っていかがですか？なんか、まあ、やっぱりちょっとそもそも車っていう被写体がですね、
まあ、移動動かしたりとかってすごく時間をやっぱり食うんですよね、うん、関係部署というか、まあ、関係部署っても私と石田さんと運転していただく、ね、方だけども3人だけのあれですけども、まあ、それが連携させなきゃいけなくて行ったり来たりとかしてる時にすごく時間を食うので、まあ、あの日撮影結局まあ何時間結構夜は3、4時間は撮ったのかんですけども、まあ、撮れてるカット数は非常に少なくて、で何が難しいっていうか、まあ、とにかくワンカット撮るのに非常に時間かかるんですよね、この私たちだけの動きでも。そこが、まあ、ちょっと苦心したというか、タイミングとそれとワンカット撮るのに非常に時間がかかる、その車の移動とかですね。のとこで、まあ、それ以外のとこについては、まあ、ある種、その、変にこう撮らなきゃいけないって、かっちり決めすぎずに、ちょっとライブ的な、出たとこ勝負的な撮り方もしてるので、まあ、それで時間を稼いで、まあ、あれだけのカット数を撮ったって感じですね。まあ、やっぱタイミングが難しかったですね。特にドローンの場合って、バッテリーが限られてるので、一回離陸させて、その待機してると。なあ、その映像のモニターの中にフェラーリが入ってきて、例えば映像の中にヘアピンのシーンがあったと思うんですけど、あそこもこう完全に入ってきたって上がってると、ちょっと映像的にちょっと間に合わないと。フェラーリが速すぎて。法定速度内のマックスで走ってくれと僕はお願いしたんです。5、60キロだと思うんですけど、まあ、実際もちょっとスピード遅いんですけどね、あれ遅いですよね、映像でちょっと、ま、回してますけど、そうです、まあ、その点についてはよ夜がやっぱりね、夜難しかったです、ね、逆にランディングライトの限界は夜に、うん、人間の目で視認するにはちょっと弱いんですよね、やっぱりね。動いてる対象を追っかける。はい。そんな感じじゃなかったですか、石田さん。そうですね。そこはね、かけるには嵐ですね。と、ね、こう無料があるとオペレートしやすい感じかな。やっぱり動くものを追っかけたりとかっていうのは難しいんで、まあ今回その映像の中で葉っぱがオープニングのね、一番最初のああいうシーンであれば、まあなんとなくこう距離感というか目視内でいけるので。あれは撮っといてよかったと思うんですよ。思いつきでロケハンの時に、あれ。見て、ああ、これだったらまあ確実に撮れるだろうなっていうのがあったんで。今回だから S3 がちょっと良かったっていうのは、僕実はあんまり高感度っていうとこでもないんですよ。実際に今、僕 7R3 使ってるんですけど、確かに高感度は、まあ本当に 2、3段ぐらい、ひょっとしたらノイズのレベルは少ないのかなっていう。感触はないことはないんですけど、それよりちょっと割とびっくりしたのが、黒いとこが今回僕の映像にしては割と暗いんですよね。暗いというか深い感じに使ってるんですけど、黒いとこがすごく綺麗なんですよね。言ったらシャドウ部分というか、でそこがすごくなんか今までのとちょっと違うなって気がするんですよね。感度がいいというよりも黒いところが綺麗に映ってる感じ、それと、まあ、フェラーリの赤で言えばどっちかというと、これが僕のセッティングのあれでひょっとしたら正確じゃないかもしれませんけど、ちょっとソニーのでアルファで撮ってるとちょっとオレンジ色系に転ぶようなイメージ傾向があったんですよね、今までを見せても、はい。今回 S3 は普段使ってる R3 と同じセッティングで、まあ、ピクチャープロファイルの設定とか、ホワイトカラーの設定もそれで同じようにやってるんですけど、赤が赤のまま結構深い色が出てるんで、これかなり色が変わってきたなっていう感触が、どっちかというと大きいですね。びっくりしました、ね。なんか石田さん的には、仕上がりの映像を見て、はい、なんか同じカメラマンとしてなんかどうでしたか。いやなんか僕自身はまあこうドローンで操縦離れたとこから、うん、まあまあ目視内ですけど、ね、見える範囲内でやってたんですけど、うん、実際そのどういう映像を撮ってるのかちょっとわからなかったんですよね、高橋さんが。
なるほど。そうです。ただ、その動きだけを、動きだけを指示してもらって、うん、もっと後ろとか、もっと前とか、もっと高くとか、低くとか言って、高くはまあ、ある程度いいんですけど、低くしちゃうと、要はその、下のライトつけっぱなしなんで、うん、あれってまあ、要はドローンが誤認識して、フェラーリの天井を地面だと思い込んで、おっと。着陸したってまずいよね。着陸したらもう僕も弁償できないですからね。慌てて逃げたりとかですね。結構高橋さんのその無茶ぶりぶりがなかなか難しいといえば、ドローンライティングの難しさっていうよりかは高橋さんの難しさですよね。そっちか。で、どういう絵が撮れてるっていうのがちょっと想像できなかったんで、まあレンズもね、何個か変えながらされてたんで、そうですね、まあその辺が難しいといえば難しかったですけど、まああれについて言えば、まあ本当にね、体勢と画面があれば、そうそうそう、カメラのモニターを飛ばしてそっちでも確認できるようにね、うん、そうですよね。本来やっていくべき案件なんでしょうけど、クライアントモニターが僕の横にあれば、その高橋さんの絵が出てる。それで見ながら操縦できたりとかするんですけど、ね、それが本当にね、うん、ちゃんとしたって言ってはいけないな。お仕事であればそういう体制で当然やるべきなんですね。そうそうそう、うん、今回はちょっとバタバタと、いやでも本当にね、僕の意見もまあ採用してもらったりとか、その光の動きだったりとか、結構そこは逆に少人数ならではの、うんうん、まあ高井さんも、まあ、僕のこと信用してくれて、僕も信用してっていう、うん、そのやっぱ信頼関係があってからの、うん、まあ、映像だと思うので今回は、うんうん、まあよく短時間というか、まあ、時間はちょっとかかってますけど、でも短時間でろくに打ち合わせもせず撮れたっていう、うん、いうのを考えると、もうクオリティはすごいいい映像だと思いますね今回の、うん、そうですよね。ね、逆にお金があるんであれば、森のシーンはクレーンでやった方が早いんですよね。そうですね。逆にね。はい。止まってるフェラーリのライトがこう上がっていって降りて消えるっていう。ああいうのはもうクレーンがあるんであれば、費用があれば そっちの方が楽なんですよね、やっぱり。うん、ただ、まあ、ドローンじゃないとできないシーンっていうのがあるとすれば、まあ、そういう設置する場所がないような、うん、だったりとか、まあ実際にちょっともう今回はちょっと難易度が高すぎて、あんまり走行シーンで、夜の走行シーンでドローンがずっと追走するっていうのはちょっとできなかったんですけど、まあいろいろ制限もあるので、うん、まあ、そういうことに使えばよりね、ドローンじゃなきゃっていうところが出てくると。そうですね。まあ、あの山の上までね、テクノクレーンとか持っていくのは結構至難の技ですしね。はい、おそらく3倍4倍の時間と、ね、まあそうですね、人数はもう 10倍以上の人数が必要になってくる。だいたいドローンライティングは2018年ぐらいに、うん、まあ、ポッとちょっと出だして、うん、でそれからしばらくはドローンライティングでいろんなテストしてる人だったりとか、うん、まあ、映像をそれこそミュージックビデオだったりあったりはしたんですけど、それ以降があんまり出てないですよね。ということは多分、ドローン自体のその性能っていうよりかは法規的な問題で、どん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 その夜の飛行っていうものが年々厳しくなってきてて、で、まずその機材がどうのこうのっていうよりか、法律的にも難しくなってきてるっていうのがおそらくやらない要因かなと。そうですね。どうしてもそのドローンのその動く光が必要なものでない限りは、ちょっとチャレンジするにはちょっとハードルが高いのかなっていうのが、まあ、あとやっぱりカメラ的に、例えばアリのね、アレクサとか使うんだと、あそこまでやっぱり感度がなかったりするんで、ああ逆に、ああいうふうには映らないから光量を足さないと無理ですよね、やっぱそこもね。難しいでしょうね。うん、まあ、そうするとドローン側にいろんな改良とか、
まあ、そこの申請だとかっていう話にも、うん、そうですね、うん、あんまり明るいばっかしを強すぎても多分今度飛んじゃうとか、その本来の色味が出ないとか、うん、そういうのもあるのかなと思ったり、うん、どうなんですかね高橋さん、今回のそのまあ結局どう表現するかだけの話なんで、周りの背景との、うん、まあ、その明るすぎたらそれは周りが相対的にっていうのだけの可能性ですよね。ああ。で、まあ。でもまあ、ねえ、やっぱり今回のはやっぱそのドローンライティングで肝だったのは、やっぱそのいかに純正のままでいけるかっていうのが僕の中でもテーマだったんで、はい、その高感度のそのソニーのカメラがどこまであの純正のランディングライトだけで引っ張れるのかっていうのはね、今回のでよく分かったんで、すごい楽しい体験でしたね。うん、あの画質感について言えば、あの仕上がった状態で言うと、うん、あの感度の良さだけの理由じゃなく、あの質感が出てて、おそらく、あの今回 S から初めて10ビットになって、うんうんうん、422の10ビットで撮れるな。そこの差はかなりありますね、やっぱり。だから編集の時に僕はあんまり色いじる方じゃないんですけど、ちょこっといじった時にこう無意識にいじっても、まあ絵があんまり破綻しないというか、前だったらちょっとノイズが浮いてきたりとか、ちょっと汚い色に転びかけたりとか、ハイライトとか黒いところがですね、それが割となんか直感的にやってもまあ収まってるというか、うん、綺麗なまんまでいてくれるっていうのがちょっとよく好感触だったというか、ね、でこう全然、まあ、私もちょっと知ってるぐらいで、全然知らない人が見たらドローンで照明ライティングをしているなんていうのは、まあ、まず想像がつかないわけで、はい、何かやってるんだろうって、もう全然知らない人からするとヘリ飛ばしてるのかなとか、そういうぐらいの、うん、イメージで見ると思うんですよね。でそれをたった2人でドローンのライティングだけでそれをやっている、かつそれはカメラ1台でやって、うん、ワンマンで編集をしてカンパケしているっていうのを聞いたら、下手にこれをあのなんかこうあまり知らない人が聞くと、あ、本当2人でできちゃうんだぐらいのなんか思わせてしまう恐ろしさもあるぐらいの、そこはね、まあそのまあ今回はテスト撮影ですからね。それをこれからのその撮影の新しい、そのなんていうんですかね、クリエイティブの幅が広がったという意味で言うと、その撮影ができるやり方っていうのが広がりますし、で、あ、こういう表現の仕方っていうのがあるんだっていうような一つの、その、なんていうんですかね、あの事例としては皆さんにとってすごく勉強になる部分というか、なんか参考になるところは多いんじゃないかなと思いました。高橋さんは最初の R7S はお持ちだったんでしたっけ、はい、R7S 初代のやつは買いましたね、持ってました。そこからのこう進化点とか、良かった点悪かった点っていうのはなんか、いや、もう全然別物ですよね。もう画質については、うん、画素数は1200万画素で変わってないのかな、うん、初代からおそらく。で、まあさっきちょっと同じことになっちゃいますけど、まず色の感覚がちょっともう全然別物です。おそらく、うん。最初の頃はなんかやっぱちょっと全体で薄っぺらい、うん、まあそれはビットレートとかの違いやらないやら、うん、単純に本当にそのまんま数字が出てるんだと思います。うん、薄っぺらくてやっぱりグレーディング的なことやってもすぐやっぱりプラスチッキーな色雰囲気になったりとかやっぱりしてたんですよ、比べちゃうと。もうそこはもう圧倒的にもう別物ですし、まあ操作性についても当然進化してて、まあ AF も別物ですよね、完全に。あの夜のシーンで今回 AF を使ってるとこちょっと素材として使ってはないんですけど、結局絵柄の問題で、あの結構夕方の遅い時間にフェラーリが上がってくる直線で、あれなんていうの、トラッキングの AF でやってても、うん、結構暗い中でもやっぱついてきてたんですね、うん。人間の目だとちょっと暗すぎるよって、まあでもカメラだと綺麗に映ってるんで、うん、トラッキングもやっぱり相当進化してて、うん、まあ
まあ言ったらあれもでも別物の、ちょっとびっくりする、うん、あれが6年前ぐらいですかね。2015年ぐらいかな。14年か15年、14年だったと思うんだけど、うん、もう全然別物ですね。うんうん、そこは、なんかちょっと、びっくりしたというか、嬉しいですね。うん、結局、こんだけあんなちっちゃな一眼レフカメラで、結構なことができる状況になってくると、さっき予算をかければ、いろんなことができるって言って、ね、話もありましたけど、うん、まあそういう世界も当然ありで、その時はそういう方向でやればいいし、でも最近だからもう本当にカメラの画質について僕ほぼ不満を持ってないんですよね、うん、カメラの画質の文句言う前に結局そのどういう絵を撮るかとか、まあ光の見方だったりとか、あっちの方がもう完全に映像の良し悪しを決めてしまうレベルに来ちゃってるんで、うんまあ、あんまり新しいカメラ最近興味ないです、正直言うと。もう結構十分な領域に来てて、うん、でまあよりいいの良ければいいほどそれは自由度が広がるので、なんかまあそこはもうまあカメラのせいにできなくて、よりそういった部分を絵作りだったりその準備段階だったりアイディアってとこに力を入れればよりいいものができるっていう状況になってるので、うん、まあそうですね、だから少人数予算時間限られてるっていうところでもできることいっぱいで、まあもっとそういうのは余裕があれば、うん、まあさらにいいことができるっていう、うん、ありがとうございます、はい、では石田さん鳥を、はい、鳥ですか、はい、鳥いいこと言えよ、いいことそうですね、まあ、僕も写真も動画もドローンも一通り、まあ、ちょっとやってはいるんですけど、やっぱり機材ってすごい進化がすごいじゃないですか、うん、本当にもう正直そのどこまで追っかけるかなっていうところがあって、まあ、追っかけれるとこまで追っかけたいんですけど、まあなかなかそこはもう機材をいいのを買えばいいものが撮れると思ってる人も多いとは思うんですけど、さっき高橋さんが言ったみたいに、やっぱどこを多分勉強するというか、あれっていうのはやっぱりその光の見方、そのアングルを切るものですよね。で、今回ドローンのライティングでも、やっぱりその、こう最初のオープニングの葉っぱが動くし、光が上を行って、うん、あそこなんかでもやっぱり、まあ、僕と高橋さんが想像頭の中でもしあそこの空間にフェラーリを置いて光を上から落とすとそのどんな動きになるかっていうのが、まあ、高橋さんも想像できてたと思うんですよ、うん、でまあ僕もやっぱ想像できてたし、うん、なのでその例えば少数精鋭で行くんであればやっぱりその同じレベルというかその想像できないと絵が想像できないと機材ばっかり新しいの持っててもやっぱりいいものは撮れないと思うんですよね、うん、なのでやっぱそういった点ではやっぱりその今回あの位置にじゃああの位置にもすぐ置こうと時間もないし、なのでそういったやっぱ絵の想像力っていうか、そういうことがやっぱり肝になってくるのかなと思いますね。まあ機材は本当にもうお金出せば買えるもんなんですけど、やっぱりそういった点ではやっぱりその絵を作っていく力というか想像力ですよね。うん、そこがすごく大事なのかなというのは今回特に思いましたね。はい、はい、本日の DX ジャム、オンライントークですね、ゲストは、イモーションフォトグラファーズの、高橋光三さんと、石田カメラ店さんで大丈夫ですか？大丈夫ですか？がですね、ごめんなさい、覚えられなかったです。ありがとうございます。優先です。石田カメラ店の石田真嗣さんでした、それでは、この全日本全世界の皆様、広島でお仕事お待ち申し上げております売り込みまでしてくれるんですか
はい、営業フィーはまた返答します。それでは、皆様、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、今日もまた新しい映像をお見せすることができましたが、いかがだったでしょうか。以前、もう7月の配信でしたが、 DX ジャムでも α7S3 の、ファーストインプレッションを公開した際にはかなり多くの方に見ていただきまして、非常に注目度の高いカメラなんだなと改めて思った次第でしたが、今回のレイオブライトもたった2人で撮影した映像があれだけクオリティが高いというのはちょっと脅威ですよね。コロナ禍で撮影現場の人数制限もかなり出ていることからも、こうした高感度特性の高いカメラがこれからますます多くの現場で使われていくのではないでしょうか。あと DX ノートの方にこれまでのアーカイブのリンクもまとめて載せておきますので、バックナンバーもぜひご覧になってくださいね。それでは今日の DX ジャムはこの辺で、お相手は山下美香でした。またね。DX ジャム。